ダブリン・ヒューストン駅はアイルランドの首都ダブリン・パックセント・ジョンズ通り西にあるアイルランド国鉄ルアスの駅である。通称はヒューストン駅であり、単にヒューストンと呼ばれる場合もある。ダブリンの主要ターミナル駅の一つである。1846年にキングスブリッジ駅として開業した。1966年にイースター放棄50周年を記念して、 犠牲者の一人であるショーン・ヒューストンの名前に駅名を変更した。1日平均乗降者数は22,296人である。主に、コーク、ウォーターフォード、ゴールウェイなど、アイルランド西部、および南西部へ向かう列車が発着している。路面電車のルアスの乗り場が、駅の正面にあり、もう一つのターミナル駅である、この林駅と連絡している。2004年からは、ルアスの デッドラインの終着停留場が開業した。ショーン・ヒューストン1846年8月4日、グレート・サザンウエスタン鉄道の終着駅券本社として開業した。当初はリフィ側に架かるキングスブリッジにちなんでキングスブリッジ駅と呼ばれていた。1966年イースター放棄50周年を記念して、1916年の イースター放棄で近くのポストを指揮した若い鉄道員、ショーン・ヒューストンに敬意を表して、ヒューストン駅と改名された。ヒューストンは、イースター放棄後に、イギリス軍に処刑された16人のうちの一人で、以前は、駅の事務所で勤務していた。旅客ターミナルや建物は、ロンドン生まれの建築家、サンクトンウッドが設計し、列車のウイヤやインフラは、 アイルランド生まれの鉄道技師ジョン・マクニールが設計した。最初に建設された時は5本の客車線で区切られた2つのホームしかなかった。その後、そのうちの2本は2面式ホームに置き換えられ、残りの客車線も取り除かれた。1872年に駅の南側、駅の屋根の向こう側に作られた追加のホームは軍用ホームとして知られていた。 需要の増加に対応し、遅延を減らす必要があったため、2002年8月には3つの新しいホームが1億7000万ユーロの開発の一環として改良された信号機とアプローチ軌道を組み込んだものとなった。駅の改装と近代化以来、商業施設には e ゾー o ンの2つの視点、マークススペンサー、スーパーマックの視点、数軒のカフェ、キオスク、 大型パブなどの飲食施設が含まれている。インチコア鉄道事業所のメンテナンスデポは約 3km の距離にあり、ヒューストン駅と同様に1 8 4 6年にも開業している。終端ホームが島式4面8線、中間ホームが単式1面1線の計5面9線のホームを持つ地上駅である。1番線は2番線の延長線上にあり、通過をしなければならない。 2002年から2004年までの改修工事前には5つのホームがあった。10番線はダブリン湖のリー駅に接続するフェニックスパークトンネル線に位置しており、唯一中間ホームとして機能しているが、駅舎及び他のホームから離れており、定期列車には使用されていない。9番線は存在しない。ダブリンとアイルランドの南西部、南西部、 西部を結ぶアイルランド国鉄の最大の鉄道駅である。また、駅付近には当駅を発着する現代、ロテム製の22000系列車専用の整備場がある。トイレはメインコンコースにあり、無料の Wi-Fi スポットも利用できる。発車表はメインコンコースに設置されているほか、各プラットフォームにも設置されている。駅構内にはカフェが3点、レストランが4点。 新聞販売店、本屋が1点、コンビニエンスストアが1点、ATM、自動販売機が設置されている。また、メインコンコースには、ピアノも設置されており、NHKBS1 の、駅ピアノ、空港ピアノ、街角ピアノにて放送されているダブリンコノリー駅の、ピアノと同じである。路線ダブリンヒューストン駅からのインターシティは、コーク、リムリック、ウォーターフォード、ゴールウェイ、 名誉、ケリーを発着している。コミューターは月曜日から土曜日はポートレイシュ行きの全駅に停車し、日曜日はキルデア行きの全駅に停車する。ヒューストン駅はコークへの本線の終着駅で、コーク県と駅行きの主要なサービスポイントや乗り換えポイントは以下の通り。他の主要鉄道駅への乗り換え2016年以前はフェニックスパークトンネルを経由して、 ダブリンコノリー駅とダブリンヒューストン駅を結ぶ路線は、貨物と鉄道車両の移動にのみ使用されていた。年に1から2回、特別列車が運行され、通常はクロークパークで行われるゲイリック体育協会の試合のために、コークケント駅からコノリー駅まで運行されていた。2016年11月21日には、この路線に沿ったより、定期的な運行が開始された。 路面電車のルアスレッドラインが2つの駅を結んでいる。2004年に開通したヒューストンルアス停留場はアイルランド国鉄の駅舎の前に位置している。停留場の北側では路面電車はルアスの建設の一環として改修されたショーン・ヒューストン橋でリフィー川を渡っている。南側では路面電車はスティーブンズ・レーンを登っていくが、 セントパトリック大学病院以外への一般車両の通行は禁止されている。相対式ホーム2面と、終端島式ホーム2面ホームと計4つのホームがあり、ルアスで最も多い停留場となっている。駅に最も近い2つのホームは、コノリー、またはザポイント方面に向かう、北方面に使用されている同じ線路の区間を利用している。 セントジョンズ通り西に最も近いホームはタラやサガート方面に向かう南方面用に使用されている。島式ホームの東側は終点ホームで特定のピーク時にのみ市内中心部で臨時列車が運行されている。乗り場総長はダブリン近郊からの通勤・通学客の利用が多い。夕方になるとダブリン近郊への通勤・通学客の利用が多くなる。 当駅でアイルランド国鉄路線からダブリンバスの路線でアイルランド国立大学ダブリン校、ダブリン工科大学、アート、デザイン国立大学などへの通学生やダブリンのもう一つのターミナル駅であるダブリンコノリー駅へ向かうためルアスのレッドラインに乗り換える乗客もいる。各年度の1日平均乗降人員は可表の通りである。駅周辺には ギネスビール博物館、ダブリン動物園、フェニックスパーク、アイルランド国立博物館、複数の病院などがある。2018年に提案されたメトロリンクの諮問文書には、フェニックスパークトンネルを経由して、カブラに接続するヒューストン西駅への言及が含まれいた。1970年代に最初に発表された他の計画では、ダートの地下トンネル計画が、 ヒューストン駅とダブリンピアース駅を結ぶことを示唆していた。2015年現在、この計画は審査の対象となっており、2018年半ば現在、ダート地下トンネル計画には資金が投入されていない。ありがとうございます。